はい、パーソナルブレイクですね。いつもありがとうございます。アメフト3箱ですね、ヒロさんからになります。はい、よろしくお願いします。はい、でトリニティ1つと、17のオリジン2つですね。まあ一箱ですね。こっちね、18の方から先に開封したいと思います。よいしょ。こっちはね、ユニフォームが大学ね、のものですけど、まあこのね、パッチオートが大体2つぐらいは箱に入ってるんで、はい、パカで、リーフですんで、まあ下に行くほどっていう形式が強いです。はい、じゃあまず1個目、まあジャスティン・ジャクソン、クリア、まあいいんじゃないですかね。ジャスティンは、ジャスティン・ジャクソン、バスケットボールでもね、あのね、あれですけど、まあ70ランニングバック、はい、まあうん、どうでしょうね。まあでも先発がいて、まあ3番手ぐらいで残ってればという感じでしょうね。はい、で次は、はい、パッチオートで、これはシリアルもないですね。カートさんはドラフト外だと思うんですね、確かね。どこも行ってないかもしれないですけど、ウィキで調べるとどっか拾われてる可能性があるかもしれません。まあキャンプの時だけかもしれないですけどね。はい、パッチオート、おお、次はい、次もパッチオートですけど、場所がすごいですね。トレントン・トンプソン、トレントン・トンプソン、トレントン・トンプソン、もうドラフト外かな。はい、ウィキで調べましょうはいね、でも場所はいいですね。まあこれ逆さになってるのかなっていう感じはしますけど、78ですからね、ラインマンかな。はい、で次は書き込み入り、ゴーライオンズということでね、ライオンズの今年のランニングバックです。プレシーズン結構良かったんですけどね、今日はどうだったのかな。今日はね、ライオンズ勝ったのか、あまり言うとあれか、はい、ですけどね、まあプレシーズンかなり良かったと思います。はい、ランニングバックです。結構小型で俊敏系ですね。まあキャッチングもできるかなという感じです。はい、でゴーライオンズですんでね、わかりやすいですね。で、一番下が、まあいいんじゃないですか。はい、ソニー・ミッチェル。ということで、今日この二人のチームが、はい、対戦したんですよね。はい。ソニー・ミッチェルは何位だったのかな？細かくはちょっと忘れちゃいましたね。ソニー・ミッチェルは、どこだ？ソニー、ソニー。一巡の31位だ。31位ですね。で、ペイトリオッツ対、ライオンズ。今日やったんですよね。さあ、どっちが勝ったんでしょうねってさっき言っちゃったな。はい。で、キャリアラッシング、大学のね、ラッシングヤード。3600と33タッチダウンということで、ゴール前も強いのかなという感じはします。先週ようやくちょこちょこ出てましたね。はい。まあ、ランニングバック2人、ね、まあ、うん、ケリオンもまあいいですし、こっちはちょっとね、残ってるかわかんないんでね、調べてみてください。はい。はい。で、次は17のオリジンですね。もう、まあ、ワトソンもね、けど、まあ、ホームズ狙いですよね。もう完全にね。はい。あ、これは、ハサミいりますね。じゃあ、2つともちょっと取り出してから。紙カードなんでね。よいしょ。17のオリジン、オンカード1枚とオートパッチ1枚なので、まあね、上位陣引けるチャンスも、箱1必ずあるような感じです。はい、アマリ・クーパーのベースですね。で、200シリなのかな ?280 シリ、はい、トーマスですね。で、今度は60シリ、グレッグ・オルセンですね。で、この下、せーの、はい。お、クック、はい、去年アキレス腱断裂しました。だけど今年見事に復活しつつあります。あ、でも
パッチだ。はい、ジャンボパッチですね。4675。先週ちょこっと走った感じ、今週まだ成績見てないですけど、まあ、うん。徐々にっていう感じかもしれないですね。はい、この下。はい、ジュジュッチです。スティーラーズのジュジュッチが、お、シルバーインク。96-99ですね。ジュジュッチ活躍してますね。レシーバー。はい、シルバーインコート。結構綺麗です。で、ここが、オートパッチワーク。ジャマール・ウィリアムス。まあ、まあ、うん、出てますよ。はい。ただ、ロジャース次第という感じな、はい、グリーンベイでございます。店長も元は、グリーンベイファンです。はい。マイクールです。でも、ファーブと共に消え去りました。はい。はい。で、200個目、まず、シーミアン。クチリですね。58299。で、次、アントニオ・ブラウンですね。で、この下、セーロ。はい。誰だ？ダーボーさん。ダーボーさん結構活躍してるけど、ここ、ジャージ枠だったっけ？あ、ジャージ枠だ。はい。ちょっと紐がついてます。75万円。で、オンカード枠が。あ、クリス・グッドウィンですね。あ、でも99シリのパラーですね。62-99。短波のランニングバック。ですね。でもちょっと、短波自体が。はい。フィッツパトリックがすごいですけどね。で、ここがオートパッチワーク。オージェ・ハワードということで、また短波。短波お二人でした。グッドウィンかな？あれ、去年、怪我知っててドラフトして、今年復活すんのかな？したのかな？なんかね、確かそうだと思います。ロージェ・ハワードはね、もう去年から。はい、頑張ってます。で、ベース最後はマット・ライアン。という形でした。まあ、ニャコでシルバーインク1個ね、出てますからね。ケース1、2ぐらいだと思います。シルバーインク。はい。で、マホームズ。まあ、当たり、どうだったかな。いや、マホーンズ確か初期の頃ってあんまり当たり枠じゃなかったと思うんでね。なので箱、この箱、すごい上がってるんだと思います。はい、じゃあまた、機会があればよろしくお願いします。ランニングバックが多かったですね。うん。はい。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。